はい、皆さん、こんにちは。アジちゃできてる。けいちゃんだよ。えー、マリタのけいちゃん、えー。今回の話題なんですけども、えー、今回の話題に関してはね、ちょっと経済の昨今起きてる事象というかですね、そういったようなことに合わせて、為替の問題、えー、特にですね、円安の問題。これもね、私もそうですね、ここ1、2ヶ月間ぐらいでずっと言わさせてもらってる話なんですけども、いやー、円安どんどん進んでますね、ということで、果たして、 この円安基調、いつまで続くんでしょうかっていう話をね、含めてちょっとお話ししたいと思います。今現在ね、マリナに、マリナにいて、毎日ですね、一応クライアントルオフィスに行って、えー、帳簿調べたりとかしてるんですけども、やっぱりね、あの、そのフィリピン人なんかともね、ちょっと話をしてるんですけど、やっぱりね、あの、為替、特に昨今のですね、昨今のドル高と、特に円安ですね、に関しては非常にですね、えー、その、 まあそういったようなことを担当している財務責任者というかですね、財務関係に携わっていられる方は非常に気にしておりますよね。そうですよね、これだけね、やっぱりね、円安基調が進んでくるとね、当然ね、うーんっていう感じですよね。というような中で、えー、今回ね、現代ビジネスの w e b 版もちょっと私見たんですけども、ある経済学者の方がいろんなことをお話しされていました。 でそういったこともね、ちょっと引き合いに出して話をしていきたいなと。果たしてこの円安基象、どこまで進むのもしくはどこまで円安が進むんでしょうかということですね。うん。為替だけはね、正直申し上げて為替だけは分からない。分からないんだけども、ある程度の、まあ、こういったようなね、今現在の事象を考えると、ある程度分かるかなというかね、ある程度予想だけはね、できるかなという感じなんですね。 で、えー、まずですね、その現代ビジネスの中でね、まあいろんなこと書いてあるけど、うん、ここそうですね、1ヶ月ぐらい、えー、過去の私の動画の中でもいろいろお話しさせてもらっている通り、まあ例えば先月末なんかはですね、日銀が、 えーまあ、実際にですねこれ以上金利が上がると日本の経済がね、えー、実践が耐えられないというようなことをね考えて、えー、俗に言われるですね日銀の、えー、差し値での買いオペ、えー、日本語でいうとね公開市場操作なんて言いますけれども日銀自体がですね、えー、国債を自国の国債を買いまくると。 で、国債の価格は上がるけども、逆に言うとそれによって利回りが下がるというようなことをえベースにですね、一応上限を0.25%を目処に設定して、これ以上ね、日本での金利が上がることをね、抑えたいっていうような えことがありますよねこれもね、ちょっとね、過去の動画で、えー、日銀のですね、じゃあその、刺、えー、値のオペって何なのっていう話も、ちょっとね、話をさせてもらってますので、それはね、そうですね、ちょっと終了画面あたりにちょっと貼っときますので、刺、えー、値の買いオペ何っていうふうに思われる方があったら、ぜひそこら辺もね、えー、ご覧になっていただければなと思います。で、ちょっとね、えー、まあそういうような日銀が今やっている、えー、政策だとか、 つい昨今においてはですね、日銀の黒田総裁がえ、ついにですね、あまりにも円安のスピードが速いので、ちょっとね、ボソボソって言いましたよね。まあそういうようなことでね、さすがにその、えー、日本の中での財務のトップのね、日銀の総裁がそういったことをボソボソって話をすると、まあ俗に言われるようなね、市場にはある程度の影響がある。ただそれっていうのは、あくまでね、一時的ですよね。 まあ、口による事実上の、ね、為替に対する介入ではありますけどもあの例えば実際の,、ね、あの爆弾じゃありませんけども、えー、日銀に関しては、ねまあ、たまに、ね、今までは俗に言われるとこの、まあ、そういったような世界的なリスクが起きると円はです、ね、リスクに強い、えー、という資産、まあ、通貨ということでどう考えても買われてたんですよね。 まあそういったようなのが今回のウクライナ情勢に基づいては全く逆というかですねそれが行われていなかった私もねこの点に関しては最初のこの2月24日のですねロシアのウクライナ侵攻が始まってからずっと川西を見ておりますけどもちょっとねやっぱりね不思議に思って最初の頃は非常に不思議に思ってたんですよね通常だとこういうようなですねえ例えば 今回のような戦争によるリスク、あるいは世界的な経済によるリスク、あるいはですね、世界的な、例えば日本で、それこそですね、東日本大震災が起こった時、それでも円高になったんですよね。そういうような、とにかくリスクに強いですね、 通貨というのは今まで円だったのでそういう時には必ず円高になって輸出企業が打撃を受けることによって日銀が通貨の介入を行うもしくはですね今回のような黒田総裁まあ日銀の総裁がですね口による為替の介入を行うということも円高を抑えるための介入だったんですけども今回に関しては全く逆なんですよね。 もうウクライナのこのね紛争が始まってからも円高が一向に始まらない結局ですね有事のドル買いじゃありませんけども買われたのはドルそのドルが買われたことによって円はどんどん安くなっているというようなねそういった実用が起きてます今までの経済の流れとね全く違うんですよねでじゃあ果たしてですね皆さんが興味として持たれているのが この円安基調、どこまで続くのか、果たしてですね、あのこのこ例えばウクライナでの停戦合意が、えー、実際にね、えー、まあ行われたっていうようなことにな,なれば、円安止まるんですか、そんなことはないと思いますね。これは私ね、ここから私のどちらかというと、えー、私の意見的なね、本当にあの感想というか意見。 私のあくまで私験でありますけれども、ウクライナの転戦合意が行われたとしても、今回の円安基調は止まらないと思います。どちらかというとですね、今回のウクライナ紛争が、あのがこの円安に火をつけちゃったということだと思うんですよね。で、えー、さっき言いましたように、通常だとこういうようなパターンの場合には、円が買われてたんですけれども、いよいよもってですね、このリスクに強い通貨と言われてた、この円が、 逆に言うとですね、今現在はリスクに弱い通貨になっちゃったっていうことが言えるかもしれないですね。これイコールどういうことかっていうと、やっぱりね、日本の国力、日本の経済力、それが世界的に見るとですね、もうすでに、えーまあ、昔ね、ジャパンアズナンバーワンなんていうね言葉がありましたけれども、そういったような経済の、えーまあ、経済の強国というかですね、 えー、そういうような国ではなくなってしまった今現在の日本ということだと思います。まあ、私はその海外にいますのでね、今現在いる、えー、マニラもそうですし、特にあの拠点にしてるタイ・バンコクね、でもそうなんですけども、今現在ね、えー、非常にやっぱりね、バーツ高、円安というのが進んでおりまして、 1>, 1位ね、円高でそれこそですね70円台をつけた円高の頃にはですね、1バーツがですね、それこそね、円に換算した場合に2.5円ぐらいとかね、そういったような時があったんですが、今現在なんとですね、1バーツが3.7円ぐらいまで円が落ちております。円安になっております。なので、こ,これがどういうことかというと、皆さん想像できると思いますけれども、 えー、私がバンコクで生活するときには当然バーツを持って生活しますのでえなんかバンコク最近なんか物価が上がったのかなみたいなねそんなことに思っちゃうんですよね自分はやっぱりね、えー、今まで日本に当然預貯金というかですね全然ありませんけどね <laughs> 全然ないけど預貯金を持ってますのでそういったお金を例えばね、えー、対外的に例えばタイに持ってきましたで当然バーツに換算しますということになるとですねあこれ今までね えー、値段自体は例えばね、まあこんなようなね、それこそこんなようなね、あのお茶でもなんでも買うじゃないですか、別に値段自体はこれは確かに20、20バツぐらいなんですけどね、まあ、ね、日本円でいうと、昔は50円ぐらいで買えた、でも今は80円ぐらいになっちゃいました、すなわちですね、もうその超円高のね、一時期79円とか足りましたよね、70円台に突入して、あの頃に比べるともう50%超。 というです、ねえー、円安気ようなことです、えー。というようなことでね、この円安ね、まあ確かにね、一時的に一時的に見ればあの、それこそですね、輸出をベースとしている輸出企業にとっては、まあ、当然企業業績が、ね、円換算にした場合によくなりますので、一時的には非常にいいようにも見えるんですが、 これよーく考えてみるとね、今回のさっきも言いましたように、ウクライナ紛争が左になって始まった円安、これが果たして将来的に、じゃあ日本の経済にいいんですかっていうことになると、決して良くはないんですよね。要は日本の国力がどんどん落ちます。っていうような状況の中で、それこそ今回のウクライナ紛争じゃありませんけども、ね。 C 国の問題 NK 国の問題 K 国の問題,の問題そして台湾の問題とかねいうのを考えた場合に果たして日本の国力が弱くなることがこのままいいんですか 日本がやっぱり世界に対してものを言えるというのは、なんで今まで言えたかという、まあ大して言ってないけどね。でも、なんでその例えば G7 の中で、一応はですね、G7 のメンバーとしてものが言えたかというと、やっぱりそのあくまでも経済力だったんですけども、その日本の根本であるですね、経済力、これが世界的に見るとどんどん弱くなってきちゃってるっていう話が、この円安でお見てもよーくわかるかなっていう感じですね。 でなおかつですねアメリ、一方のアメリカを見ると、FRB がですね、パ、えー、ウエル議長が言っているように、今年、えー、12月ですね、まあ、おそらくですね、0.25%、もしくは0.5%というですね、利上げを、 えー、政策金利をですね、これからもどんどん、おそらく2ヶ月に1回ぐらい上げてくると思いますけれども、そういったようなことになってくると思います。なおかつ、えー、ウクライナ紛争がですね、実際停戦合意ということで静かになってくる。なおかつ、それこそはや、入り病がね、もうそれこそ一般的なフード病みたいな形になってくるというような状況においては、 ますますのドルが、要するにアメリカの経済力ですね。経済力を元にしたドルが買われて、一層の円安が進むんじゃないかなっていうことは容易に想像できますよね。そうなってくると、今現在122、3円ですけども、これがね、今回現代ビジネスに書いておりましたけどね、150円ぐらい、うん、あるなという感じしますね。下手したら150円を大幅に超えるようなことを、大幅に超えるような円安、 というようなこともあるかもしれませんね。まあ、単純に考えると、今までね、円高の時にはね、あ海外旅行来ましたと。日本人がね、海外旅行来てね、昔のそれこそね、あのー、バブル崩壊の前のね、日本のバブル期においてはですね、日本のその富裕層がね、今の中国人、あ、やっちゃった、今の四国のね、人じゃないんですけども、爆買いしとりましたよね、昔はね。そういったようなことは、本当にね、 昔の話になっちゃって、今現在ですね、日本人が海外に出てくると、なんかね、どこの国に行ってもね、日本より高いんじゃないのみたいなね。東南アジアに来てもですね、なんか昔よりなんか東南アジアの国なんか随分高くなったねみたいなね、ことを思わざるを得ないというような状況になってきて、いや、このはね、日本のやっぱり経済力がね、弱くなってくるってことに関しては、やっぱり経済人としてはね、非常にね、えー、まあちょっとリスクというかですね、危惧を感じ、 出ざるを得なないいとううような感じになりま,す、ね、まあ日本のねその各国民の方もね今現在当然ね資産は円でお持ちなのでその資産をどういうふうに守っていくかっていうことのねやっぱり個人的な資産防衛っていう観点でも非常にね、えー、考えるべきなのかなという時期になっちゃったということだと思います。はいということで今回はですね、えー、この円安基調どこまで続くのかはい。 結論です私の結論としては、えー、まずウクライナの紛争が停戦合意を迎えてある程度静かになったとしてもこの円安基調は収まりませんまず一つあとどこまで進むのかっていうと今回のこの現代ビジネスに書いてある通り150円もあり得るから私は150円簡単に超えちゃうようなことになるような気がいたしますさっき申し上げましたようにある程度今市場がね FRB の利上げというのを もう取り込んでね、組み込んでは、折り、まあ、込み済みではありますけども、実際に 例えば50ベーシス、すなわち0.5%の利上げというようなことが、もし発表されることになると、それに伴った、伴ってその段階的にですね、円安というのはどんどん進んでいくと思いますし、はい、私の予想です。今年中に1ドル150円、140円、150円というような状況になるんじゃないかなというのは私の予想。で、私のさらなる予想としては、現代ビジネスの予想を超えておりまして、 例えば、このものの基調でずっと行くとですね、来年ぐらいには150円どころか、160円、170円というような円安基調も当然あるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただ、私の勝手な予想ですからね。皆さん、私の勝手な予想です。<laughs> なので、 あの一つだけ言っておきますけど前、毎回言ってるんですけどね、こういう予想私いつも立ててるんですけども、ケイちゃんはこんなこと言ったから、じゃあ FX やってみようかなって、それだけはやめてくださいね。<laughs> それでね、損しちゃったよって言われるのが一番怖いんで、あのそれだけぜひやめてください。あ,のあくまでも私は予想,屋予想屋ではありませんし、別にね、経済のアナリストではありません。ただ、例えば為替だったら、今までずっとね、20年、30年、40年はやってないけどね、30年以上、そういったのは世界にどっぷり使っておりましたので、 えー、感染の動向はね、ずっと、要はじーっとね、まあ、熟視をね、えーまあ、ずっと見てた、凝視してたようなね、人間ですから、まあそういったようなことで予想はしますけども、<laughs> じゃあアジアのケイちゃんがね、円安基調だからって言ってね、俺は私は FX やるぞとそれだけやめてくださいねっていう感じです。はい、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画、バ,バイバイ。